はい、ということでこんにちは。始まり方違うじゃねえか。何そのジャンプ。ジャンプ始まり方違う。ジャンプしたよね今ね。はい、こんにちは。アウトドアファミリーです。はい、ということでね、今回もね、はい、キャンプに来ました。来ました。ということでね、旬の味覚を楽しみながら、はい、今回はね、バーベキューをしたいと思います。はい、デイキャンプにしては結構な荷物だと思います。見てください。結構あるね。これ結構あるよね。まあ結構ね、無造作に積んできたっていうのはあるんですけど、そうそうそうね、何が重なってるかちょっと見てこっかな。じゃん今回は、ね、今回見ていく。ちょっと見てみよっか。あのね、ゴミ箱がもうすでにこのデカさですよ、うん、ゴミ箱がすでにこのデカさ。そうで、中にね、いろんなもの入ってる。これ下にね、はい、あ、なんか必要なものもない。こういう、そうそうそう、ね、スポンジの、はい、スポンジとは言わないか、ボックスのね、下に引く、下に引くやつですね、はい、ゴミ箱とこれですでにこんな感じで、で結構重さですね、はい、でトゥーバーナー、トゥーバーナー今回ね、中古ですけれども買いましたんで。トゥーバーナーとか新品でも売ってないやつだから、そう、なんかそういうのね、イグルのジャグ、ジャグシート、うちいつもね、荷物出すときにこれをペーッと引いてこの上に乗せますね。今回はですね、新しいツーバーナーまた入手しました。もう新品では売ってないんでね、あの程度重視じゃなくて価格重視で、安かったんで思わずポチッとしてしまいましたのが、414のリミテッドコールマンですね。ちょっと程度はあんまり良くないんですけれども、もうガンガン使うには全然問題ないということで、うわかっこいい。これ後で着火したいと思います。いや、初嬉しいね。なんかやっぱり雰囲気が全然違うね。違うよね、黒になっただけ、黒シルバーなだけで、ね、うん、全然違うよね。ですね、はい、これでこうです。でここ持ちがちなんですけど、これ持つとバーンってなっちゃうんで、こうです。さあ完了。いや、なんか日差しがギンギラじゃなくていいね。そう、今日ね、逆にちょっと曇ってていい感じです。いい感じです、今日は。じゃ今回使うのはね、このコストコで売ってる豆炭です。こんな感じでね、もう白くなったら OK です。あとはもうほっとけばそのままついちゃうんで。これやったことないんだけど。これじゃダメだって。これ初めてやった、このなんかおしゃれ切りみたいなやつ、うん、まあ、こんな感じ。ああね、うん、ちょっと並べたくない。ゆかりんとママの違い。はい、楽しみだな。初だね。去年はね、今掘ってきたって言ってたよ。そう、今朝取りとかじゃないよ、今取りですよ。今取 り、めっちゃ楽しみ。もっともういいかな、飲むに、うん、からに行こうか、ちょっと、こんな感じで切り込みる。カリンはこのタケノコアルミ箔で丸焼きにするから、うん、くるむね、うん、うわ、すっげえ、うわ、タケノコすごい、すっげえ、ドリルみたい、ドリルみたい、ほんとだ。すごいよね、結構すごい。
見たら分かんないですよね。 このままやっても分かんないですよね。タケノコっつっても、うん、何も中身に、ね、でも空っぽみたいな。空っぽ、これすっげーな、ドルルみたいになって。本当だよね。なんかやるパパ、うん、大丈夫、うん、あ、でも柔らかいじゃん、結構柔らかい、柔らかい、柔らかい。うわっ、あ、すげー、あ、ここが器になるって話か。すげー、うわ、すっげーな。タケノコの丸焼きです。いきます。うん、ここがすごい、すごいね。ねえ、ザルちっちゃい。ザルちっちゃいね。めっちゃザルちっちゃいね。はい、ということで今回の食材でございます。もうね、こっちでタケノコは焼いております。他のものがこの野菜とシシャモ、そして牛肉と豚肉でございます。スキレットでタケノコのバター醤油炒め作ります。そしてこちらお蕎麦でございますね。それではタケノコご飯出来上がってましたので、はい、カーニバル行きます。せーの、カーニバル。うわ、いい香り。ちょっと混ぜて、はい、お、おいしそう。おいしそう、うん、絶妙よ、本当に上手に炊けました。はい、出来上がりました、はい、それではいただきます。いただきます。ちょっと俺そば食べていいかな、先に。ちょっとそばが食いたくて ね、気になってね。いただきます。そば食べてみようか。うん、どう、よいしょ。はい、コシがないね。コシがない、ないよね、うん、デイキャンプでそば食ってもらう、うん、今日すごいよ、そばにご飯だからね、うん、風が少し出てきた、うん、本当だね。さっきまで全然なかった。タケノコご飯いただきます。うわー、うまそう。うん、おいしい、おいしい。口の中にタケノコの香りがふわーって広がって、うん、ご飯とベリーマッチングです、うん、あ、おいしい。いや、ほんとめっちゃうまいわ、これめっちゃおいしい、めっちゃおいしい、うん、香りがいいね。パパさんひたすら食べてます。そば食べないと俺見つけねえよ。うん、シシャも焼こうか。これ10回ぐらいしか、うん、撮ってるんですか。うん、10回ぐらいしか噛んでなかったよ、パパ。本当？タケノコご飯ですね。おいしい、めっちゃ絶妙な味。はい、溶けてきたね。バター溶けてきたんで、うん、入れちゃいまーす、はい、もうタケノコ尽くしねえ。あ、湯気すげー、すごい、湯気すごい、マジか、すごい、うわ、すごい、わわわわ、うわ、いい感じ、あ、じゃあ素焼きになってますね、うん、ね、
でも出ちゃった。おーわー、スーッと入っていく、スーッと入ってく。あ、見て、わあ、これすっげえ柔らけえじゃん。触って切れる。なにそれ。よし、これで。今日は大丈夫。うん。肉うまい。おいしい。肉うまい。うん。よかったね。はい、これさ、ありがとう。よく見えるね。ママ。あ、ありがとう。ちょっと食べてみて。そこに置けばいい。うん、野菜。ちょっと何して食べる？お醤油とかでいいかな。うん。醤油。それこそ若さ、わさび醤油とか。うん。そんな感じだね。そんな感じだよね。うん、わさび醤油。うん、これ？これこれ。お肉。丸焼きしたタケノコです。わさび醤油で、うん、シャキシャキする、うん、で、タケノコ本来の味が口の中にいっぱいに広がる、うん、余計な味付けしてないから、うんうん、こしょうわさび醤油でしょ、うん、タケノコ本来の味だよね、これ、うんうん、これある意味贅沢な食べ方じゃないかな。確かに、うん、なかなかさ、取れたてのやつじゃないとその食べ方できないでしょ、うんうん、いいね、お肉とかもいいんだけど、うんうん、こういうほらね、旬のもの、うんうん、タケノコなんかまさに今旬じゃん。本当だよね、今しか食べれないでしょ、うん、ね、旬のものでバーベキューみたいな、うんうん、本当だね。ちょっと贅沢ですよね、これね、本当に、うん、ある意味贅沢ですよ、うん、今どれのタケノコで。わー、うわー、すっごい湯気。いいんじゃないですか。どう、いいんじゃないですか。醤油。弱火でじっくりと。いいね。これちょっとタケノコの醤油バター食べれるかな。うん、もう食べれるよ。タケノコ醤油バター。もう火は通ってるからね。味が染み込めば。うん。どう？あ、バターの香りが。あ、本当？うん。食べたい。ちょっと薄味かも。これにチーズ乗せても美味しいんだよ。うん、めっちゃ美味しい。でもこっちチーズだから。あっ、取れる？うん。うん、バターの香りがすごい、うん、すごいね、いい感じ、うん、美味しいね、これいいわ、おつまみにもなりそう ね、 ね、うわ、いただきます、うん、マジックソルトチーズ、うわ、すごい美味しそう、すげえな、チーズ、あ、おいしいかも、美味しい、マジで初めての感覚、うん、チーズ意外と合う、びっくらこいた、タケノコ？うん。タケノコにチーズ。ベルマッキングー。マジで。飛んじゃった。これバター、これバター醤油も悪くないよ。うん、これ醤油もうちょっとやって。うん、お、醤油の音。あ、タケノコにチーズめっちゃ合う。うまいじゃんこれ、おいしくない、うん、初めて、うん、なんかもインスタ映えしそうだし、うん、おいしい、うん、あ、これうま、最高においしい、すごい綺麗じゃない、あっちが、うん、わかる、うん、このなんか雲のシャーシャーした感じと光の具合、うんうん、それだ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。タケノコを使ったバーベキュー、斬新な食べ方を新発見ということで、大変美味しいございました。ピンピラピン。ピンピラピン。
緑が綺麗。自然だ。ね。オッケー。オッケー。YouTube 帰り。寒くなってきたね。今ですね、カズサオートキャンプ場さんに宿泊でいらっしゃると、アウトドアファミリーのバージョン2ステッカー、こちら非売品のですね、1枚プレゼントしております。詳細はね、こちらになりますのでチェックしてみてください。それでは本日も動画ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。この動画を見ていいねと思っていただけたら、グッドボタンで応援とチャンネル登録お願いします。サブチャンネルとね、インスタもやっておりますので、下の概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。